ただいまから見事ボートレースエルガはビスケピットカップを制しました大池由紀選手のウィニングパレードを行います。どうぞ皆様水面際にお集まりいただきまして優勝を飾りました大池選手に温かいご声援をお願いいたします。今年の江戸川では2月の G1 完走地区選手権、5月のゴールデンカップ、8月の大江戸賞と全て優秀な活躍を見せていた大池選手。本日のテキストモーターは前回のスリーレース開催で高山義雄選手が仕上げて優勝した48号機。乗りやすさがあると前回から手応えは良好でした。初戦は3コースから差し抜けて白も消し、メインカードの江戸川選抜は道中追い上げての2着と上場の滑り出し。予選の2日目、3日目も安定した走りでオール2連覇にまとめまして同様予選トップ通過を果たしています。おめでとう、おめでとう、おめでとう、インから今度は04のスタート。5号艇の田島選手がフライングとなりましたが一周一番で冷静に回って押し切りまして先頭で抜け出しています。秋口からリズムを上げていまして9月には最後の優勝を飾っていますが、これは今年3回目の優勝、通算では27回目。そしてこの江戸川では2番66周年記念を制していますが7回目の優勝となっています。次節は10月の23日から小熊の一般戦に参戦予定となっておりますが、11月は徳山、大村と G1 で出場できます。おめでとうございます。どうぞ皆様、今後の大池選手、おめでとうございます。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